あ、そっか、親物語で行けばいいのか。なるほど、はいはい、上がりまくれば。そうだ、うちは親、うちは親、そう、僕は親。クイタン戦法クイタン戦法でもいいのかなとも思ってきちゃったんだけど、どうなんだろう。いや、わかるよわかる、 1はね、わかるよわかる、わかるけど、わかるけど、知らない知らない、一通とか知らん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 、親物語すりゃいいんだろう。親物語を、待て待て、あとかうとか言わない、待て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 。あの、一番うちのこういう配信者の方でよくあるんですけど、あの、一番きついのが、あとかえって言われるやつ、これが一番きついからね。こういうゲーム配信とかの時の一番配信者の人が来てしまうコメントナンバーワン、あーとか、あーとか、えとか一番来るからね。そうそう、あーあーとか、そう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 。なんかうちがその VTuber さんになる前とかにいろんな人のそういう配信とか見てて言ってたなんかアドバイスするときに全ての後ろにハートつけたら何指示っぽくならなくて、あ、あでハートつけるとちょっと良くないかもしれないあ、そうわそう、うん、そう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 別に、え、違う違う違う、あの、全てにつけろって言ってるわけじゃないからね違う違う違うんだよ、あのこうしてって時に皆さん、こういうするといいよのアドバイスの時に違うの。しかもこれうちが言ってたんじゃなくって、こういうことした方がいいよっていうアドバイス的なものをする人に対して全部そのきつく見えちゃうからハートつけろよって言った人がいたの、あの配信者の方で。指示中がっぱじゃ、あ、女の子指示中だけにつってくれよ、女の子の指示中でお願いね、全部ハートつけろ指示中するなら。あーハートだよ、わかった、あーやったやったわとかでね、あーやったわとかにしてねそいつ味方やぞ、なぜかええなぁ、まあ、全然ええわ、あ、めちゃくちゃいいやんそこさっき言ったよ、もう想像つくもどこ行ってんの大丈夫、分かってるからって言いながらつけてんだよな。逆に煽りに見え、あえて言わなかったのにさ、逆に煽りに見えてるよって、頑張れ頑張れ